久々になんか髪の毛を上に上げた気がする。そして7日はついに、7日は僕夏公演です。ちょっとね、本当に久しぶりな気がする。多分半年ぶりとかかな、半年以上かもしれないんですけど、久しぶりなのでちょっと頑張って思い出します。でも劇場でみんなにいっぱい会えるから嬉しいわ。今日はグリーンフラッシュを披露したんですけど、もうしーちゃんとひなこが面白すぎて、ちょっと早くオンデマンドを見たいですって感じ。あ、今日もあの皆さんからのお手紙とプレゼントを、いただきました。ありがとうございます。ありがとう。今週3公演あるから大活躍。そうだよね、私3公演も出るんです、今週は。え、待って、8日は78って2日連続か。7が僕夏で、8があれですね、 B 公演だ。また2日かです。髪型を失敗した。え、髪型はあのちょっと今日はポニーテールにしてて、で上に上げてたんですけど、さすがにちょっと疲れちゃうのでこう下ろしました。で下ろしてちょっとボサボサになってるのでね、ごめんなさいって感じなんですけど。何にしようかな、3日間とも変えようかな、せっかくだから公演。何が好きですかみんな。まあでも結局その子に合った髪型が一番いいって思うんですけれども、私は未だになんか自分の似合う髪型がよく分かりません。でもそういうのはいつもなんか私が何がいいって聞いたら大体ポニーテールっていうの。奈々ちゃんのポニーテール好き。でも私はなんかあんまりポニーテールなんか自分似合ってないなって思うからやんないんですけど、今日はやりました。どうしようかな。ポニーテールツインも好き。あ、ツインテールはこの前したから、うーん、どうしよう。どうしよう。
考えておきます。さっき帰りにコンビニ寄ってアイスを買ってきました。何のアイスでしょう。アイス3つ買った。何でしょう。クイズ、ででん。私は何のアイスを買ったでしょうか。ヒントは、ヒントはね、全部夏って感じです。なんでしょう。おお、当たってる人いる。正解はサクレのレモン味とぎっしりチョコミントと、なんだっけ、ぎっしりチョコミントとパリパリザクパリチョコミントみたいな、チョコミントのお菓子です。お菓子じゃないアイス買いました。なんかあんまりいいのがなくて、そそられるものっていうか全部食べたことがあったから微妙だなって思って、なんかせっかくだったらちょっと新しいやつとか食べたいじゃん。全部食べたことあったから微妙だなって思った挙句、私の好きな安定のサクレはあんまり買わないけど、なんか今すごい公演の後でか、さっぱりしたものが食べたかったのでサクレにしました。で、あとはなんだっけ、その あれですね、チョコミント2種類、2種類も買いました。髪色変えた？買いました、髪色ちょっと前に。いい感じの色でハイライトを入れて可愛くしました。髪の毛がすごくボサボサに見える。相変わらずのチョコミント、なんかチョコミントは年々大好きになってきてる。昔から好きだったけど年々年を重ねるごとに好きが増してきてる。今日自分でメイクした、目が綺麗ね。今日は自分でメイク、いつも自分でメイクしてます。でも今日はなんか新しいアイシャドウ使ったんですけど、なんか私ピンクメイクあんま似合わない気がした。ピンクメイクはちょっと似合わないなって思ったので、ピンクは使えません。この前30年ぶりにチョコミントアイス食べたけど無理だった。チョコミントアイス無理な人多いですよね。でも
なんで？美味しいのに。そのもうさ、歯磨き粉って思ってるからじゃない？歯磨き粉って思わないで食べてみて。美味しいのに。でも私歯磨き粉がまず苦手じゃない。歯磨き粉苦手な人いるじゃん。歯磨きめっちゃするし、口の中がミントっぽいのめっちゃ好きだから多分美味しく感じる。ナルシちゃんきっかけでチョコミント食べてみたらハマった。おお、いいね。チョコミントはセブンティーンアイスが一番美味しい。あー、確かにセブンティーンアイスね。確かによく定番だよね。いやでも私セブンティーンアイスとかサーティワンのアイスとの並びの時は絶対になんか絶対にチョコミント食べない。そういう時はそこ限定のものにする。例えばサーティワンだったらポッピングシャワーとかするんですね。謎のこだわりがあるんですよ。チョコミントって色は綺麗。確かに色は綺麗。今日のナシちゃんなんか可愛い。本当？今日はちょっともうクタクタ。お風呂入って早く寝よう。今日のお化粧の感じ好き。え、本当に？何が違うかな。でも目の下見て、目の下めっちゃキラキラになったよ。キラキラでしょ？かわいい。キラ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 。今日の髪型どこからでも分かりやすかった。本当？嬉しい。分かりやすいのって大事だよね。なぜか自分も近づきました。一緒に近づいちゃった。ナチュラル、確かにナチュラルメイクなのかな、よく言われるんですけど、でも昔よりかは濃くしてるつもりだけど、あんまりなんかこう濃くできない。韓国はミントチョコと言いますが、その点が違いますね。それを好きな人たちをミンチョ派と呼びます。ミンチョ派っていうんだ。9日に鈴木公園に当選したけどなしちゃいなかった。出たかった9日。そうなんだ、いないんだ、私いないのか。七瀬かわいすぎる、ありがとう。あのあれですね、定型文読ませていただきました。七瀬かわいすぎる。確かに今日なんかナチュラルな感じかもしれない。言われてみたら何が違うんだろう、いつもと。口の色かな。
七瀬かわいすぎる、ありがとう、ありがとう。ちょっとあと3分ぐらいしたら一瞬終わりにしてまた後で来ます。ちょっと後でアイス食べながら来るのでちょっと一瞬待っててください。アイスは絶対に食べたい、今日は頑張ったから。アイス持ってくるね。じゃあ一回ちょっと終了にします。皆さんまた後でお会いしましょう。絶対にここに戻ってきてね。アイス食べようね一緒に。じゃあみんな今の時間でアイス買ってきてもいいよ。じゃあねー、バイバーイ。